はい、ちかでーす。今回はメテオンランというゲームをご紹介します。こちらのゲームはね、以前大流行した走ってコインを稼ぐテンプルランというゲームに非常によく似てまして、設定としてはね、なんかこうコインを製造している工場のようなところがありまして、そこでね、コインを盗もうとしたんですけども、バレて追われると。それをね、走って逃げるというような設定のようですね。で、プレイヤーは障害物をね、避けながら走って逃げていきまして、で、逃げつつもコインもね、集めていくという感じのゲームになるようで、で、こちらのゲームにはシングルモード、協力モード、ベッドマッチモードという3種類がありまして、で、シングルモードではね、走り回ってコインを獲得していくという通常のモードとなっておりまして、獲得したコインはね、MTO トークンというものとして獲得できるようです。で、協力モードでは、プレイヤー同士でね、協力をしてステージクリアを目指していきまして、お互いにね、協力して獲得したコインを共有して報酬としてもらえるというモードがあったり、で、最後のね、ベッドマッチモードでは、最大4人のプレイヤーが、まず最初に参加費を支払って、で、対戦して勝利した1人がそのね、総参加費用の 70% を MTO トークンとして総取りできるというようなモードがあるようです。で、こちらのゲームではさらにね、ステージが9段階に分かれているようで、ステージが進むほどね、クリアが難しくはなりますけども、プレイヤーが獲得できるトークンの量が増えるということのようです。はい、でこちらがメテオンランの公式ホームページになりまして、こちらの方からステーキングとかもできるんですね。で、こちらでね、MTO トークンをステーキングすることによって、ゲームをプレイしてない状態でも稼ぐことができるという感じですね。で、あとはこちらがホワイトペーパーになるんですけども、なんか NFT のキャラクターだけではなくて、靴の NFT というものもあるようですね。で、おそらくこの靴の NFT をつけている方が MTO の収益が多分増えるのかな。あとなんか性能とかもアップするんですかね。なんかそういうような機能もあるということみたいです。で、キャラクターにもね、希少性がありまして、共通からレジェンダリーまであると。で、このレア度によって、増えるね、ステータスの上限が変わってくるという感じみたいです。なんか、この顔腹立つな。で、ステージはね、こんな感じで、惑星ごとにね、9つ分かれておりまして、水銀、これ水銀ではないですね。水星かな？水星とか金星、地球とかね、いろんな惑星のステージがあるという感じです。で、こちらのゲームはね、フリートゥープレイにも対応しておりまして、無料でもね、ゲームをプレイすることはできるんですけども、MTO トークンとかは稼ぐことはできなそうですね。なのでね、一度無料でプレイをしてみて、面白そうだったら NFT とかをね、購入して稼いでいくという感じになるみたいです。で、ジャックポットシステムというものもありまして、なんかこれは、まあ、1ヶ月のね、一定量のプレイ時間を達成をしたり、あとはね、この MTO トークンとか GMTO トークンというもののステーキング量が多いほど、こちらね、ジャックポットに当たる可能性が高くなるという感じのものがあるみたいですね。で、今出てきた MTO コインをね、先ほどずっとね、ご紹介してきたゲームをプレイして稼ぐというものなんですけども、その他にもね、GMTO トークンというものもあるみたいで、この GMTO トークンは、こちらね、発行制限がない無制限のね、ゲーム内通貨となっているようで、なんかこちらもランニングフィールド、イベントクエストでゲットができるというね、GMTO コインというものもあるようです。で、こちらもね、ステーキングができるということみたいですね。で、自分が持っている NFT は、人にね、レンタルをしたり、リースをして稼ぐという方法もあるようで、スカラーシップ制度にも対応しているという感じみたいですね。で、最後にロードマップですけども、こちらのゲームのリリースは、これか、メテオンランゲームのリリース。2023年第3四半期なので、10月から12月ぐらいですね、のリリース予定となってるみたいですね。で、その前にね、2023年第2四半期、7、8、9月ぐらいですね、には、テストネットでのベータテストがローンチされるということで、これからね、お試しでゲームをプレイできるという感じになるみたいですね。まあ、なのでね、どういう感じのゲームになるか楽しみにね、待ってみたいと思います。
はい、ということで、メテオンランご紹介してきましたけれども、まあ、結構ね私も昔、テンプルラン結構ハマってゲームしてたんで、このねメテオンランがどういう感じのゲームなのかとこういうところはちょっと期待して待ってみたいというふうに思いました。こちらのゲームがね、気になる方はこの動画のね概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひね、ホームページとチェックしてみてください。はい、それでは今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。